ウクライナ東部ドネツク州の州都ドネツクの北東約 13km に位置するアウディーウカにおいては、10月上旬頃よりロシア軍が攻勢に出ていて市街地を守るウクライナ軍守備部隊との間で激しい戦闘が続いていることが伝えられているよ。アウディーウカは、ロシア軍によるウクライナ侵略が開始された2022年2月24日以前からドネツク州において、反ウクライナ政府を掲げてドネツク州の独立を目指す、新ロシア派武装勢力との戦闘が継続しており、ウクライナ軍が町の要塞化を進めていたとされていたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍のドローン戦術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍と新ロシア派武装勢力は9年前の2014年に発生したドネツク戦争の時から、アウディーウカを支配下に入れようと攻撃を繰り返してきたと指摘され、ロシア軍がウクライナ領に侵入する2日前の2月20日にも、州都ドネツクを拠点とする新ロシア派武装勢力が、アウディーウカ市内に一足早く突入したのであるが、同市を守るウクライナ軍によって撃退されていたんだ。アウディーウカはドネツク州の州都の喉元に突きつけられた歯のような存在であり、この地を攻略しない限り新ロシア派武装勢力がドネツク州全体を把握することができず、またウクライナ軍によるドネツク市内への砲撃を受け続けることになり、強いてはプーチン大統領が言明している。ドネツク州とルハンシク州からなる東部ドンバス地方の完全支配の達成が困難となることから、6月初旬に始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦の進捗が停滞していると見たロシア軍が、後期到来としてアウディーウカの攻略作戦を発動したのではないかと見られているね。ただし、このロシア正規軍の動きについて、南部ザポリージャ州の戦線に対する陽動作戦の意味合いが強いのではないかとの声もあるぜ。西側の軍事評論家やメディアなどの中には、ロシアがアウディーウカに照準を合わせたのには、他の前線からウクライナ軍の注意をそらす狙いもあった可能性が高いとして、ロシア軍はウクライナ軍の反転攻勢が安全に停止するまでの時間稼ぎをする狙いがあるため、アウディーウカ周辺の至るところで攻撃を仕掛けていると指摘する声が聞かれ、ウクライナ軍兵士たちの意識を釘付けにするために攻勢を仕掛ける場所という意味では、現在の戦況から見て理論的にアウディーウカが最適だろうとの分析が根拠となっているな。しかし、これまでの経緯やロシア軍が投入した戦力から見て、アウディーウカを戦略上の主要目標の一つとして、同市の攻略を本気で目指して攻撃を実施しているとされており、ロシア軍はおそらくザポリージャ州の戦線を守ることよりも、アウディーウカ攻略をプーチン大統領から命じられているのであろうとの見方をする向きが多いらしい。10月10日には、ウクライナのメディアがアウディーウカの市政当局者からの話としてロシア軍の、アウディーウカへの攻撃がさらに強化されており、同市周辺で激しい戦闘が起こっていることを報じていたほか、ロシア側のブロガーからは10月11日時点におけるアウディーウカ方面の戦況については、ロシア軍が市郊外に構築されているウクライナ軍の防衛ラインを突破して、アウディーウカの北にある、クラスノホリフカ南西側の高台を占領したとする投稿があり、この高台はアウディーウカを見下ろせる絶好のポジションであり、ここからの火力支援によってロシア軍が市街地を包囲することが容易になるだろうと指摘した上でさらに、ロシア軍は鉄道線路を越えてクラスノホリフカの西にあるベルディチ郊外にも進出して、橋頭保を確保することに成功した、との報告がブログ上に挙げられていたね。アメリカのシンクタンクである戦争研究所の分析によると、ロシア軍が10月初旬にアウディーウカへの攻撃を強めた際に、大規模な損失を被ったとされているよ。ロシア軍は3個大隊約6000人から2個旅団約8000人の兵力をアウディーウカ攻略に投入して包囲戦を展開し、航空機による空爆も実施していて、ウクライナのアンドリー・エルマク大統領補佐官が、アウディーウカがロシア軍の迫撃砲や航空機による空爆による集中攻撃を受けていることを認めており、ゼレンスキー大統領も14日夜のビデオ演説において、アウディーウカをはじめとして、ウクライナ国内各地の拠点を守っている全ての兵士に感謝すると述べたみたい。また戦争研究所は11日発表した戦況分析の中で、
アウディーユカはウクライナにとってはドネツク州における防衛上の重要拠点であり、2014年からかなり要塞化が進められていることで有名であり、2個旅団程度の戦力ではロシア軍が制圧することは難しいだろうと指摘しているぜ。ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相は16日、10月9日から16日までのアウディーユカの戦闘では、ウクライナ軍のドローンによる攻撃で、ロシア軍が攻略作戦に投入した装甲車88両と戦車75両に、榴弾砲や迫撃砲など101門、地対空ミサイルによる防空システム2つを破壊したことを明らかにし、同地のウクライナ軍守備部隊は強力なロシア軍に対して、ここまで頑強に抵抗しながらアウディーユカを死守していることを伝えたよ。戦争研究所ではロシア軍が10月15日にアウディーユカの包囲を狙ったこれまでで最大の攻撃を仕掛けたとして、その後の5日間で兵士の戦死傷者は4500人以上で、戦車60両以上に装甲車100両以上としていて、兵士の損失は投入された兵数が約7000から8000人であるとするなら約4500人の損失によって、55から65%が損失したことになり、たったの5日間でほぼ壊滅状態になっているとして、さらにアウディーユカを攻撃するためには、新たな部隊を投入しなければならない状況であるとしているんだ。そして同研究所の最新の分析においても、ロシア軍はアウディーユカ周辺への進軍初期に大規模な損失をかぶり、当初期としていた進軍ペース通りには進捗していない可能性が高く、どうやらアウディーユカへの攻撃は、この1週間で急速に勢いが低下して膠着状態に陥っているとの見方が広がっているな。ロシア軍の損害については、動画や画像などの公開情報を利用して情報収集分析を行っている。オープンソースインテリジェンスの複数のアカウントが、アウディーユカへ攻撃によってロシア軍の装備にはかなりの損失が発生していることを示唆していたぜ。ウクライナ軍がロシア軍に対してこれほどの損害を与えているのには、一つにはアメリカをはじめとする、長射程の GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルやロケット弾などによる攻撃があるが、その他のアドバンテージとしてドローンを用いての観測から攻撃までの一連のプロセスをほとんど自動的に、ネットワーク上でできることにあるとみられ、これまでにはなかったドローンの運用を、ウクライナ軍が駆使していることが大きいとされ、このことについて戦争の革命が起こったとまで言う軍事専門家もいるほどだね。戦場を自在に飛び回るドローンとその情報を共有するネットワークによって、現場の兵士が敵前を命がけで強行偵察をすることがなくなり、双眼鏡による目視や地図を広げて地点の座標を把握する必要もなく、それらのやり取りを無線で実施する必要もないからな。ドローンが敵を発見すれば、そのデータから地形から目標が存在する座標を特定し、その対象がどのような目標であるかを AI が自動分析して適切な弾薬を選択して攻撃策を提示し、最終的にはその画面を見ている指揮官や兵士が判断を下して、ドローンへの攻撃指令を発出するってわけだ。そして、そのプロセスは一部以内に行われるため、敵がドローンに発見されたことに気づいたとしても、一部以内に移動しなければ破壊されることになるのであるが、そのような対比はまず不可能であることからロシア軍の損害が増大していると見られているぜ。ロシア軍がこれに対抗する術は、現時点ではこれまで通りの犠牲を顧みない人海戦術による攻撃しかないとされ、ウクライナ軍がそれを防ぐには、これまで以上に西側諸国からの、ミサイルや弾薬の供与が必要になるとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。